ベンビー君と義母先生。はいはい。さあ、はい。ベンビー君と義母先生。はい。第6回です。6回になりますか。はあ。すごいですね。もう期間的には20回ぐらいやってそうなロングランですけどね。もう6回目。20回ぐらいやってるってことは、ベンビーさんやっぱ家で結構練習してきてるってことですか？やってます。家ではでも小さい音これぐらいの音とかそういうこの静かに、はい、音出せない時にやる、うん、裏技みたいなのもやってて。あ、そうなんですか。はい、はい、結構音出るじゃん、はいはい、確かに夜中うるさいんですけど、皆、はいはい、さんティッシュありますよね。はい、ティッシュをここに挟むんですよ。はい、そしたら、はい、音が出なくなって練習しやすくなります。こういう布のものですけど、ティッシュあります急にいきなりなんかその別の回になっちゃう、ね、いやいやこれはこれね、そう、裏技で皆さん、そう、ぜひ夜中練習、夜しか練習できない方多いと思います。そうそうそう、こうやってやってみてください。そしたら絶妙な音が、自分だけ聞こえる、でも周りにはうるさくない。あ、本当だ。そうそうそう、まあ、爽快感は若干失われるんですけどだから練習と、そう、まあ、ご家族とかね、近隣の方の音問題はこれで結構解決する。確かにすごい。ティッシュ1枚で。ティッシュってすげえな、鼻水も取れるし。あ、本当はこの馬ね、はい、馬で調理するミュート、消音馬ってやつも売ってるんですけど、まあ、あれ有料なので、結構無料で。いや、これも有料ですよ。安すぎて。1枚より1枚半か安いですけど。まあでも無料で家にあるもんでね。あ、これはいいこと聞いた。さあ、ベンビーさん、はい、これまで習ってきたもの以外で、はい、今日は1個ポジションを教えるんですけど、はい、何やら、はい、なんかやってみたいやつがあると。あります。RBCi ラジオでワンデーっていう、はい、番組月曜日から金曜日までやってるんですけど、この、まあ、オープニングとかこう合間のジングルで、はい、三振の音が使われてるんですよ。おー、でちょうど本当に僕3月にこれゲットして3月30日から番組始まったんで、おー、もうね、ああこれいつかは僕の生音で番組を始めたい。いつかね、まあ、途中でもいいし。三振の音でジングルが使われてるんですよね。はい、そうなんですよ、この番組内で。それを弾いてみたくなっちゃった。はい、毎日聴いてるんで、もうここ月金で。その音、はい、こんな感じです。で、聞いて。そうなんですよ。ワンデー。いや、これね、はい、まあそのワンデー。これまでやってなかった、それこそ今日やろうと思っている、はい、8というポジションが出てきますね。はい、ありますね。そのジングルの中で、まあ、これまでやった、5、6、7、で8、でもう一個ちょっと高い、難しいやつ出るんですけど、はいはい、とりあえずその8は弾いてもらうことになりそうなので、8のポジションを、まあ、ベンビーさんとそして皆さんにもちょっと新しくお教えしましょう。はいはい、あ、ちなみに今日はドーファードのね、チューニングでいつものチューニングでやっております。はい、ドーファードで、アイ、オツ、ロ、ドレ、ミですね。うん、で、中汁が四上中尺、ファー、ソー、ラ、シになるのかな。うん、で、ミ汁が、コー、ゴー、ロク、ナナ、ドレ、ミ、ファで、ハチの音はですね、はい、このミ汁のきたポジションですね。うん、これ、はあはあ、まあ、今日ドファドで、ドレミファの音ですね。で、これは一応ソの音になる。一応ソ。はい。皆さんもちょっとポジションシールをぜひね貼って、8の音を押さえてみましょう。せーの。そうですね。せーの。もう一回、せーの、うん、小指で押さえてください。うん、さあ、じゃあ、5、5、6、7、8、ドレミファソ、ちょっと弾いてみましょうか、ゆっくり。はい、1、2の5から、はい、5、5、6、7、8、もう一回いってみましょう、はい、せーの、5、5、6、7、8、素晴らしい。もう一回だけ、せーの、5、5、6、7、8、
素晴らしい。8のポジションはこれまで抑えてきた7とか6とか5とか以外にこのずっとねこの手を三振のこのヘリに添えてきましたけど、そこから上がります。そこなんですよ。そう難しいんですね。こ今まで7まではここは本当に固定してたんで、あの親指とかでねなんとなくもう感覚を、ね、覚えてきてはいるんですけど、ここに一回こうずらすのがもうここにピタッと当てるのが難しい。そうなんです。結局固定するポジション、親指を固定する場所はないので、うん、まあ、ポジションを張ってあの場所を覚える、見ながら弾くか、まあ、あとは慣れてくるとドレミファソこの音を聞いても探していく。ここだけ。はい。ほう。8。ぜひ皆さんも練習してみてください。8のポジションですね。この8のポジションっていうのは結構、沖縄の歌でも出てきます。そうなんですよ。今だからそれ避けて通ってるんですよ。もう7までのやつで、まあ、それでも結構満足いく曲数あるんでさ。7まででも8がいると幅がだいぶかゆいところにね手が届きますよね。この音が出ると多分難しいんです。8のポジション音ぜひ皆さんもね、流れでやってみてください。5678ですね。このワンデーのジングルなんですけど、うん、まあ、そのちょっと財布譜面に起こしましてやりましたけど、はい、その今回そのやる8のポジションが出ますし、うん、あの後半またさらにその8より上の謎 の、 あのポジション出てくるんですよ。これ誰が言ったの？これあの DJ の方で DJ、はい、バスケのゴールデンキングスのコートサイド DJ とか、あゴールデンキングス基地の中のイベントで DJ してたりっていう方が作ったと。DJ さん、有機音階で綺麗に作られてはいるんですけど、あのポジション的には結構難しくなってて、この8のポジションも出てきます。まあでも弾けなくないです。弾けると思います。我々頑張れば。そうそう。で、ベンビさん今ですね、はい、あのタンタンタンってこれ今ちょっと譜面見てくれたら分かると思うんですけど、はいはい、ね、譜面ね、うん、譜面作りました。はい、譜面作りまして、5678876っていう。フレーズがあるんですけど、はい、今ですね、うん、これまで教えてきた、はい、6は中指、そして7は小指という概念をみんなすごい守ってくれて弾いてると思うんですけど、はい、8が出てくる曲の時に、はい、あの上がるじゃないですか、はいはい、こっちの親指がちょっとスライドで、はい、その時に、はい、6と7の音、はい、人差し指と、はい、中指で押さえましょう。はい、はい、8のポジションが出てくるときにそういう例外も出てくるんです、はい、早弾きの曲で。ああそうなるんだ。はい、あこれもまた一気に結果こうずらさないとできないんで。そうなんです。また新しく覚える感じですね。じゃあ基本的にこの下がらないときはこれまで言った指使いで、はい、その音を押さえてください。ただ上がってくるものに関しては6の音は人差し指にしましょうか、はい、じゃあ今回。そして7を中指、はい、で8を小指。そうするとやりやすいでしょ。まあ確かにここだけに限るとそうです。で今回このワンデーのジングル、5の音出てきませんので、はい、このポジションである意味固定でできるんですよ。はあ。これも見てもらったら分かりますけど、5678776 6768 76 5 5 6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 
いやアレンジもすごいな。あの4行あるうち最初の2行はベンビーさん今弾けると思いますんで、今回ベンビーさんこう最初の2行頑張って覚えてもらいます、やってもらいます。そうですね、はい、1、2、3、はい、5、6、7、8、7、6、ほう、5、6、7、8、今回難しいんですよ、見えますかね、このね、この見えますか、分かりますかね、タンタンタン、シンコペーションって言うんですけど、この間に表紙の間に7が出てくるという、非常にこう難しい、もう DJ らしいこの作り方をされてるんですね。タン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 、7のうちに注意して、
5、5、6、7、8、7、6、6、7、6、8、7、6という感じでちょっと難しい作りになってます。だからテンポ的にはタン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 ですね。タンタタンタ、この歌で上がったところに7が来る。1、2、3、はい、5、5、6、7、8、7、6、上がって下がる。 OKOKOK、 わかりました。 1、2、3、はい、5、5、6、7、8、7、6、ここら辺か。あ、いいですね。もう一回言ってみましょう、はい、ご一緒に画面の皆さんもね、はい、1、2、3、はい、5、5、6、7、8、7、6、もう一回切ってます、はい、1、2、3、はい、5、5、6、7、8、7、6、素晴らしい。タンタンタン76 ああなるほどね。はい、この裏拍子が次も出てきますね。6、7、6、8、7、6、最後の7ですね、はい、6、7、6やってみましょうか、こっちからですね、はい、6、7、6、8、7、6、6、7、6、8、7、6、 OK、 1、2、3、はい、6、7、6、8、7、6、もう一回いってみましょう、はい、1、2、3、はい、6、7、6、8、7、6、ワンデイじゃあ、上手です。あの一行ぶっ通してやってみましょうか、はい、1、2、3、はい、5、5、6、7、8、7、6、6、7、6、8、7、6、おお、いいですよ。ほお、もう一回いってみましょう、はい、1、2、3、はい、5、5、6、7、8、7、6、6、7、6、8、7、6、おお、素晴らしい。おお、始まりそうですよ。始まりそうですね。もう喋り出しちゃいそう俺オープニングこれあの最初の2つまたもう同じフレーズがもう1回きます、うんうん、そこまでちょっと続けてやってみましょうか、はい、2行続けて、はい、1、2、3、はい、5、5、6、7、8、7、6、6、7、6、8、7、もう一丁、5、5、6、7、6、6、7、6、8、7、6、はあ、いいですよ。いや、ここで固定してできるっていうのはいいでしょ。ありがたい話です。これいいんですよ。へえ、はい、これはまだ始めたばっかりの人は真似しないでねちょっとイレギュラーだからねやっぱり中指と小指っていうのはここなんかもう3ヶ月1ヶ月やってるワン、ツー、サン、はい、もうなんか筋肉って何ていうの、僕が
すごい早瀬さんごとに、はい、グルーヴ感感じたの、はいはいはい、DJ だ最後らへんね、最後らへんもちょっと、ちょっと実際の早瀬さんに近かったですね。指がもうちょっと動けば、本当にもう、なんだろう、筋肉がやっぱ普段この動きしないからかな。あ、そうですね、使い慣れない筋肉、指使ってますからね。これ、まあ、今みたいな練習法って結構いろんな曲で使うんですよ。例えば、頭にメロディーをその叩き込むっていうイメージで、はい、特にその長い曲とかは、うん、全部覚えれないじゃないですか、はいはいはい、だからそのブロック分けて A 何回もそう、A だし、B、B だし、サビとかいう感じで結構覚えるコツとしてもこういう手法を使ったりします。なるほど、なるほど、はい、ループをして覚える、はいはいはい、メロディーも頭に入るし、体にも覚えれるので、ぜひまた。そうですね、ちょっとしかやってないのにもう覚えてる。いや、上手ですね。このコンチネーで、もう生音で毎回ジングル弾いたらいいんじゃないですか。やっちゃおうかなここまでいったらちょ、もうちょい練習すればこっちの筋肉慣れてきたらいいんだろう。ダンベルあるかな、ジム通ってこっち来たよ。ワンデーのジングル、もうワンデーで行きましたね。え一日でできちゃったみたいな。うまいこと言われちゃった。これだからもうちょっとなんかね、どっかでやりたいですけど。もうどうします、じゃあ。やっちゃいます。さあ、月曜日のベンビーも何でもアラカルトということで、あれこれ何でもかんでもビームを当てちゃって紹介してますけども。はいはい。おお。もう緊張してる。僕が三振を行こうということで、実はですね、YouTube の方でベンビー君と義母先生というものを立ち上げまして、僕三振習ってるんですよ、はい、その先生、義母先生来てます。義母和也です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっとお迎えすることができましたね。おお、さすが民謡で中華の流れがまだ続いてるからね。名刺代わりのもうね、ベンビー君と義母先生というタイトルで、はい、YouTube を三振のね、これから習う方のための動画を、はい、まあ、これまで5本ぐらいですね、うん、まあ、ベンビーさんの三振を買いに行く回とか、そうですよね、そうからですもんね。やった、もうゼロからね、いろいろベンビーさんの、そうなんです、本当にゼロからと言っていいでしょう、これからの成長を見ていただきたいと思います。いや、だからそこ聞いてたんで、はい、今日三振弾くって聞いたんです。ドキドキしてるんですよ。いや本当に弾くのって、こっちのセリフだよ。民謡でチューバのビルの後に本当に弾くの。そうなんですよ。さっきげんちゃんさんにも会ったの、僕さらに緊張しました大先輩に拍車をかかりましたね。今日ベンビーでチューバのビルということでね、何を弾くんですか今日はですね、はい、ワンデーのテーマとでも申しましょうかね。おてん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 、毎日聴いてるあの曲ですよね。毎日聴いてるあの曲を僕と、まあ、ちょっとね、後半パートというか難しいんですよ、これ、うん、早いしね、早いし超高いのが出てくるし、そうそうそう、ギブアップしまして、こっちもギブアップということで、ギブアップというで、義母先生にこっちはね、はい、弾いていただこうということで、僕は前半の、あ、そっか、まあでも聞いたら分かるよ、どこまで誰が弾いてるなっていうのは、全然違うから、先生の遊び心が入ってくるから、はい、そう、分かると思うんですけど、基本に忠実なのがベンビーさん。まあそういうと聞こえはいいですわ。どうします、私が弾いてるのが義母先生。そうそうそう。はい、楽しんでいただきたい。一回言っておきます。あ、でもこれ、はい、もう本当にあれですか、はい、弾いちゃうんですよね、今からね。弾いちゃうよ。あ、ほら、BGM がだんだん下がって、弾いてきてちょっと待って、やばい、予想以上に緊張してきた。おー、やば、いきます。来年またこのコーナーがあった時にはね、
はい、カジャリ風とかね。あ、やる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 。いや、もうこれも生演奏でと思います。はい。お願いします。ということで、今日はメンビーム、ギボカズヤさんお越しいただきました。ありがとうございました。大成功。メンビーさん。はい。やりましたね。やっちゃいましたね。めちゃめちゃ緊張はしてました。いや、めっちゃ緊張しましたよ。番組オープニングから。なんか和江さんが第1回の放送より緊張してるっぽかった。いや、本当にそう、本当にそうですね。あの、はい、この番組始まった時の方がまだ若干落ち着いてた感じは。だってこれじゃないもん、俺の専門は。しゃべれば専門ですから、新番組とはいえ。ある程度ね、今まで培ってきた引き出しでできますけど、引き出し、やっと最近そんなにつけたばっかりのやつですか。上手なので、ちょっとあのもっと自信持っていったのかったと思ったんですよ。本当ちょっと最初後半良かったんですけど、はい、最初ちょっとちっちゃかったじゃないですか。もうこれはね、和江さんも言ってました、はい、自信持っていきましょう。上手なので。わかりました。いや、今回ね、いろいろやってきて、はい、その、まあ、人前である意味初めてやったんじゃないですか。そうそうそう、電波で酒物マンで最初の人前がこれですからね。はあ、まあ確かに緊張しますし、僕もやっぱ緊張伝わってきました。なんかあの、まあ、あんまり弟子をねたくさん持ってはいないんですけど、うん、なんかその先生方がよくその弟子の発表の方が緊張するみたいな話をするんですけど、なんかそういう気持ちがすごい分かりました。やっぱそんなもんですよね。同じぐらいっていうか、もう弟子以上なんか緊張するい。はい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 。いや、まあまあでも、まあまあまあって感じ。まだ動かってないですね。ああ、もうこっちも動かなくなるんじゃないかなと思ったんですけど、なんとか一応動いてきました。とりあえず大成功です。耳は乱暴にしてる。気になって気になって。そうそうそう。打ち合わせよりもこっちの方が気になる。便秘いつやるって。便秘で腸が伸びないつやる。今度呼んでくれば。でもみんなでやった方がいいですよ。いいよ、ね、三種つなぎは、ね、みんなで宝にしたい。はい。ありがとうございます。便秘。いただいた。よ、せーの。中開けて。まだよ。行こう。はい、中。押して押さえ。はい、中。中お嬢。あ、中お嬢。すごい。ありがとうございます。便利源ちゃんの二人版。はい、今度ね。はい、ありがとうございます。お粗末様でした。すみません。